どうせ人は忘れ去られるし、うんうん、人が死んでもなかったことになっていくんですよね、うん、でそんなもんなんですよ、うん、挫折するたんびに周りはほらねって言います。だから言ったやんって言います。やめとけよって言ったやん。それに屈するようではさっさと諦めた。なので自分に聞くべきです。自分の胸に夢を叶える覚悟がまだあるのかどうかを聞く。うまくやろうと思うんではなくて、要は結果を出そうとするんではなくて、上達しようとする、成長しようとする、一歩前に進もうとする、進めたらそれを成功とする。まずは友達に言いました。家族に言いました。先生に言いました。やってやるってみんなに強かったです。僕は自分が弱いっていうことを知ってて、自分の逃げ道を遮断しようと思ったんですね。何をすべきか、本来なら指導者に言われるべきことを俺なりに考えてメニューを構築した。合ってるとは言わへん、でも何とか頑張った。本来であれば切磋琢磨させてくれる環境が、俺は自分なりにこうプレッシャー来るんじゃなくてこういうふうにやらなあかんっていうイメージながらでレベル高いトレーニングを毎日やってた。プレッシャー来てないのも早く仕掛けたのか、なんかその状況に甘んじてなかった。ピッチ上で俺は常に自分に言い聞かせてて、周りにいるお前らとは違うと言い聞かせてた。1年後のお金とか1年後の報酬、1年後のこのメリットが目の前の報酬とは比較にならなかった。これこそが僕、目の前の報酬にもしかしたら打ち勝てる一つの原動力なんじゃないか。人間は弱いです。みんな弱いです。僕ももう日々弱い自分に向き合っているんですけど、自分に勝てないです。そこは終わることないですよね。自分の理想っていうのは本当に遥か先で、どうジャンプしても追いつかない自分っていうのはやっぱ先にいるんですよね。で、そこに対してどれだけの覚悟を持って、挑めるかっていうのを常にこう自問自答しながら、こう、それから行動に移すわけじゃないですか。信じてましたよね、自分を。取れてない時も。絶対に取れると。こんだけ前に行ってんねやから。俺ならできるって、呪文のように自分に言い聞かせてました。それだけは覚えてます。誰しも山を狙った結果、こう、谷へ行ってしまう。転げ落ちてしまう。でも、這い上がろうとして、そこに新しい発見があり、こう、喜びがある。自身のサッカー選手としては凡人だと思ってるわけですよ。当然ながら、そういう壁にぶち当たることが多かったんで、そりゃ、やめるタイミングはいつでもありますよ。でも、そんな簡単にね、自分の夢は、諦められないでしょ。自分はもっと理想はこうでかっこよくありたいと思ってても、自分の実力から不細工な感じになってしまってるっていうのも分かる時もあるわけですよ。でもそれでもやっぱりうまくいってないのは分かるけど、理想とは程遠いのも分かってるけど、まだ信じてる自分がいますね。